ストムさんどうも、はい、感謝状があります、はい、感謝状斉藤ストム殿、あなたは大根祭り秋の収穫祭において多大な貢献をいたしました。おかげさまで大根祭りは素晴らしい成果を上げることができました。よってここに感謝の意を表します。本当にありがとうございました。平成22年12月10日 NPO 法人霊山里山学校校長高野純子、ありがとうございました。ありがとうございます。当日はいただきました。当日は何をやっていただいたんでしょうか。いろいろあれですね、サポートいろいろそれ聞いて大根抱えとかの あと音響とかやらせていただきました。参加していかがだったでしょうか。いろんな人がこう来てもらって、はい、すごく嬉しかったです、はい、じゃあクリスマスイベントはなんかあの副大生激安イベントがあるんですけれども、はい、来たいんですけど、ね、まあ年末なんでね、もし来れたら、はい、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。奥村さんこんばんは。今度クリスマスのイベントがあると聞いてきたんですけども、はい、今回は福島大学の学生さん20人参加して、はい、学生主体でイベントを開催します、はい、タイトルは激アツクリス里山違う激アツ副大生プレゼンツ、プレゼンツ、激アツクリスマスクリスマス里山、里山、はい、まず楽しみにしておいてください。で特別に、竹筒を、加工して照明を150本エントランスに配置して、来る人の目を楽しませます、はい、私それは夜しか点灯しないので、はい、夜に来てもらう予定です、はい、じゃあ前日からこうお手伝い皆さん入られるんですね。はい、20日から学生さんが来て準備作業当たりますので、はい、ぜひ、ね、楽しみにしておいてください。はい、今その準備中の打ち合わせのあれでしたね、はい、あ、今日はお餅が、はい、あ、ストム君宣伝したらあ、したいというかついでに、じゃあその間に、すみこさんもう一度日時細かく、知らせください。はい、日時申し上げます。12月23日、はい、9時半から、はい、はい、1部、2部、3部あります。23日は1部クリスマスのケーキを作ります。ケーキ作り、はい、はい、これは女子大生がなんかお手伝いしてくれるという、はい、独身男性にとってはもうピチピチギャルピチピチギャル久々に聞いたらリース作りも、はい、リース作りもとってもね、もう素晴らしいリースが皆さん体験できます、はい、里山からの材料をね、はい、取ってきましたのでこれもお楽しみに。3部、6時から8時まで、はい、クリスマスコンサートですね。コンサートですね、里山コンサートございます、はいはい、お食事は、はい、お食事、はい、6時の前にお食事をいたします、はい、これもご期待を、手作りのなんかクリスマスっぽい感じ の、はいはい、ね、豪華料理が食べれるということですね、はい、はい、そしたら料金の方をちょっともう一度復習で AB 宿泊とお値段教えてください。そうですね、はい、日帰りコースは A と B ございます。で A コース、はい、お一人様1700円、 B コース、まあ、これは、夕食まで含んでのお値段です。里山コンサートにも参加できます。2700円、はい、これは B コースはお昼もついて夜のお食事もついて、はい、コンサートまで聞けて、そうなんです。お日帰りコース2700円、安いですね、はい、そうなんです。 A コースの方は、はい、
ケーキ作りと、それからお昼がついて、はい、リース作りがついて1700円、はい、で合宿コースというかお泊まりコースでは大人が、朝食がついて、次の日24日にはさらに朝食とピザ体験教室も含まれますね、はい。じゃ全部出て泊まっても6700円、そうなんです、はい、いや盛りたくさんです ね、 そうですね、はい、23日、9時半からのスタートで、コンサートは23日の6時からですね、はい、はい、じゃあ皆さんふるってぜひお申し込みいただきたいですね、はい、お待ちしてます、はい、連絡先最後にしみこさん、はいはい、お願いいたします。連絡先は、はい、NPO 法人霊山里山学校、電話番号024-587-1032 です。024-587-1032 です。今すぐお電話を、今すぐお電話をください、はい、お待ちしてます。以上、クリスマスチャレンジ合宿と激アツコンサートのお知らせでした、はい、ありがとうございました。はい、もう一つ告知がございます。私のお友達でですね、さっき登場していただいたソム君が今日は仕事先が卸業の果物関係の仕事ですね。はい。自己紹介お願いします。自己紹介。斉藤です。はい。まああれですね。スーパーとかみかんとかって今年あんまり取れてないんで、箱買いとかちょっとできないと思うんで。で私のところに来ればこの愛媛のみかんが、1箱10キロ入り、はい、これが2000円から2500円の間で、お、10キロが2000円から2500円、はい、はい、で去年3日日のみかんが、うん、10キロ入りで2100円だったのが今年は10キロで約5000円くらいになっちゃうんで、はい、結構美味しいんで、ぜひよろしくお願いします。じゃあもう一度、告知しますと、斉藤くんは卸町の丸霞中央商事、丸霞中央商事に勤めてて、私たちそのこの読者のために、みかんは非常に安いお値段で、はい、愛媛さんがまあ、大体2300円前後10キロそうですね、で、お求めになれるということですので、もし欲しい方はつとむくんか、私か、里山学校の校長先生にお申し込みくださいということです。ありがとうございました。待ってます。遅いよ。そんな感じで、今日はすみこさんの手作りの、はい、今日はあんこ餅です。あんこ餅と漬物、はい、美味しそうですね、はい、とっても美味しいお漬物です。里山のお漬物です。はい、丸川中央商事、中央商事はいちごとか扱ってないんですか？いちごとかも扱ってますけど、今まだシーズンじゃないんですけど、安く手に入るようなことはできないですか？いくらから安く入ると思うんですね、流通の、まあ、数はそんなになくて50とか80ぐらいでいいんですか？パックが、あ、パックではなくて粒、あ、粒が、はい、だからパックだと4つか5つぐらい、今スーパーで買うと、はい、ワンパックが多分700、800円するんですね、はい、クリスマスケーキでハイシーズンで一番高いので、はい、そこをまあ、例えば4、500円というのは普通のシーズン並みの値段、500円でも使えるんだったらちょっとお願いしたい、まあ、少々高くてもいいんですけど、要するに手作りのケーキに飾る23日に使うものなので、粒はそんな大きくなくてもいいんですけど、まあ